おはようございます。黄色のコルダ3アナザースカイフィート死生観編の初見実況プレイ続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。黄色のコルダ3アナザースカイフィーチャリング死生観。さあ今回はね、ちょっとハル君進めることができなかったのが残念でした。さて今何をやってるんでしょうかというところですが、肥料を食べたところでしたね。あ、嘘。お、大嘘。朝でした。で、レンコン挟み揚げだから、2曲目頑張って、アンサンブル練習、2曲目頑張ってるところですね。カンツォーネでしょ？で、習熟度2倍だから、新田くん、昼後に新田くんと習熟度練習は確定として、とりあえず朝は穂積さんと習熟度練習をするか。そうすると、OK です。で、ちなみに、そう、朝イベント全部見終わったところで実でしたね。さて、そこで練習をしたいんですが、ちなみに、出入りを繰り返してもプレゼントが欲しいんですね。今、アイテムが若干不足しておりますと。じゃあ、とりあえず朝一、穂積さんと、カンツォーネの練習をして、習熟度全然上がらないけども、で持ってるのがデジタルメトロは新田くんに使うから、アナログメトロを使うか。1しか上がらないんだよないって。まあコツコツ行きましょう。あんたからの練習ちょっとずつ行きましょう。朝一番の演奏があんたと一緒とはな。さあ朝一番やるよ。ブブ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 。はい、5上がりました。そして技術レベルも1上がりました。ええ音だった。よしよし。さてで、ブラボーポイント稼ぎたかったってのもあるから、先に早いうちにちょっとずつでもカンツォーネの完成度上げていきましょうかね。完成度上がるのはどうだっけ。ここか。まあ長見姉さん最初は聞いてくれないでしょうけれども、一応ちょっとこんなんやってみるんですけどどうですかみたいな。そうだ、あとカンツォーナはあれだね、完成度が低いんですよね。表現音のレベルをなんとか上げてうまいこと持っていきたい。でデジタルチューナーがある。もうダメだよね。お、全員ダメ。はい、残念。すいませんでした。さあ、八木沢部長の表現を何だか磨きたい。原稿挟み上げ。お、はるくん。今日の昼は八木沢さんとご一緒させていただくことになりました。よかったらあなたも一緒にどうですか？難しい。ね、今日のお昼って用事ある？一緒にご飯食べられたらいいなって思って。ちょっと陽里くんはね、断り続けてるんですけれども、諦めないですね。断るとか無視してるんですけど。で、これチャンスだけど、ちょっとでも長峰さんと、可能性でいこう。ちょっとでも親密度上げておこう。昼食が終わって、
習熟度練習2倍というところで確定的に新くんと習熟度練習プレゼントは誰もくれない。感想な。この時点でこの時点でも4しか上がらないんだ。 でも頑張ればこう。からお誘い。さ、屋上だよ。お昼ご飯。ああ、ご飯食べたい。ほい。さ、さ、ゆえこさんほぼ極めましたね。感想な。ね。よし、じゃあ残りの2回は。BB 稼ぎたい。ちょっと山下公園で。ちなみにさっき元町通りでファンじゃない人がちょっと重なってたところで、ね、あそこ。あと最近ちょっと死生館の生徒のファン増やしてないけど大丈夫だろうかね。でもまだちょっと今ブラボーポイント等に余裕がないから、ここちょっとなんか頑張ってほしいな。みんなここ集まったら嬉しいよね。待ちましょう。集まらぬなら集まるまで待とう。ホトトギス、待って、分散したら、あ、こっちはこっちで、あ、よくない。あ、ダメダメダメっぽいな、これ。あんまりこっちの意思でね、そういうことになるよね。ちょっと右側に着目したいですね。うん、あ、こっちもなんか悪くない感じがしてきたけど、ここに着目したいんだよな。ちょっと、この人のやつなんだけど、この人、左も端まで行っちゃったね。しかし、こっちはこっちで集まる気配あり。左下は残念ながら無理そう。右側は、うん、新田くんをカウントしない。1、2、3、4、5、6、6人。6人、5人、4人。6人か。6人はちょっと少ないね。7欲しいですね。ただ今回あのボレロの力がなかなかなので、うん、なかなかなので、初期人数1人ぐらい少なくてもまあなんとかなるんじゃない、稼ぎは結構なものなんじゃないということではあるんだけどね。あ、左脈がないとか言ったけど、だから今左が最有力ですね。うん、みんな新田くんに集まってる。ここもうちょっとだな。この2グループが一緒に固まってくれたらね、言うことないんですけど、逆打ちしてみようか。逆回りの逆打ち。あー、固まっちゃったかな、完全に。固化されちゃった。固定化されちゃったかな。1、2、3、4。あー、悪くない。これでいきましょう。さ、BBP 稼ぎです。7人ならいいでしょう。ただ演奏できないな。木が邪魔。あ、よしよしよし。で、スペースペメがある。ラッキー。さあ、左側空いてますよ。みんな来てね。聞くところ空いてますよ。よしよし。うん、だいぶ人が集まるようになったね。これ。もう。あなたが奏でるバイオ持ち曲になってよ、ボレロが。あんた、我々あんた。お、プレゼントマンがいっぱいいる。あ、いっぱい、あ、いっぱいいる。お料理、ね、お料理。卵、あ、卵不足してるんだ。ありがとう。いつも素敵な演奏。小麦粉ありがとう。いつも素敵な演奏。小麦粉ありがとう。何、我々が飢えてる集団に見えるんですかね。みんな食材ばかりくれるけど。ゲーム的には嬉しいけどさ。精神をかけるのはもったいないわ。夢も恋も両方追いかけていいと思う。そりゃそうだよ、それが青春だもの。赤い糸くれた。赤い糸使わないんだよな今回。よし、こっちはどうですか。こっちも頑張ったら
集まりそうじゃないですか。さあ、みんなにボレロを聞かせたい。ボレロをみんなに聞かせたい。思いのか集まり良くないか。最初若干散ってるね。ただ散ってる時は熱よりね、大きな玉ができるんですよね。この辺も、うん、この辺も、まあ6人もいれば上々としましょう今日は。あ、でもどこも6人の可能性を秘めてるな。そう考えると、ここもうすでに、で、なんか2組、あ、2組になっちゃったの。2人組、ここチャンスがあるっちゃあるけど、うん、うん、なんと公園にしてはばらけちゃったな。もうちょっと待てっていうことか。さすがにばらけすぎだね。二人ペアが多いね、それにしても今日。なんだなんだこれ。もうちょっとだなと。さすがに初期人数の集まりが少なすぎるな。ちょっとこれ苦しいかな。今日は公演少ないというか分散してる。あ、これちょっとダメっぽいな。戻ろうか。うん、これ無理ですね。戻りましょう。元町通り行こう。さ、ちょっと待つ。うん。うん、こっちの方が今日は有望ですね。集まる可能性を秘めてる。暑い中ずっと走り回っております。早い。こう改めて冷静に見るとこれ湯気この走り方で早いね。まあ奇妙ですよね、このフォーム走りの。ここいいですね。7人か8人いけそうな雰囲気があるけど、よし、いけたけど、よし。あ、待て。あー、そうか。そうだ、ここ行く前に、そうだ、ショップ行って、なんかあったら買おうと思ってたんだ、楽器店。まあまあまあ。確かなかった。今日はあんまり。さあ、もう往来を邪魔する。勢いで集まっちゃったね。ここちょっと一通り抜けできないよ。ご迷惑をおかけしております。おーしょ、あなたが奏でるバイオリン十分だね、バイオリンのやつ。あんた、さあ表現磨きたいんだけどなかなかレベル上がりませんね。そう、今日何もなし。あ、やっぱりあの情報を重複したらニアさんから教えてくれないんだね。受け負ったとは言ってくれるんだけど教えてくれないんだ、やっぱり。なるほど。で、イベントですが、八木沢さんはもうすべて行った。で、穂積さんが、ほい、一緒に過ごしたい人物っていうね。これはもうクリアメンバーしか、あ、クリアする、したい人しか選べないんでしょうかね。さあ、一つは、これね。OK、明日以降。で、長峰さんどうですか？その口塞ごうかは。ああ、やっぱちょっとずつ清水投げてるけど足りないですよね。うん、残念。じゃあ寝ましょう。あ、ちなみに、練習曲以来、コッペリア、お、100なったね。で、新田くん100なんないね。あ、ちょっとヨリくん頑張ってくれ。ヨリくん頑張ってくれ。苦手なのかな、感想ね。よし、じゃあ明日も新田くんと一回習熟度練習を挟むっていうのを前提にしましょう。そうだな、お昼ご飯後の、うん、また料理のブーストでやっていこうかな。その一発で決める。さあ、食材いっぱいもらっちゃったよ。余ってるくらいなんですけど、さあ結局ちょっと最高レベルな難しそうですね。で、レンコン挟み揚げは、野菜と肉かニシンかどっちかだよ。卵と、
卵がちょっと増えてきたからこれにしようかな。に心配ですよ。さああと2日、ギリギリのギリのギリでしたね。何やってるのみんな。すっごい人出ですね。みんな夏を満喫してるな。どうした、海行くなんて言ったっけ。もうファイナル近いんですよ。練習練習。ま、誰も俺にはかなわないと思いますけど。だって先輩の水着超可愛い。あ、そうだ、俺マジでテンションマックスです。約束しちゃってたの。突然夢でも見てるのかと思ったけど、そうだ、約束してた。嬉しい、照れる。パーカーを着る。パーカー着よう。ちょっと待ってください。俺別に変な目で。海やプールなんてもう長年行ってないですね。ああ、いや見てますけど。いいじゃないですか、せっかくの海なんだからね。先輩、ポールフォーポール。じゃあ早速海に入りましょうか。海に入る朝か。先輩、これから練習するの。貸してください、はぐれないように。はい。ねえ先輩、俺心ときめく相手と海に来たらやってみたかったことがあるんです。なんだろう、なんだろうね。潜水訓練。こうやってえいっ。それね。びっくりさせちゃいましたか。嫌なやつね。先輩も水かけ返してください。でその後砂浜で追いかけっこ。青春。さあさあ、いつでもどうぞ。かけ返さずに逃げる。たくさんかけ返してみようか。わあ、まさかの大反撃。これは燃えちゃうな。負けませんよ。いっぱい遊んだらお腹空いちゃいましたね。あの海の家、タコライスがあるみたいですよ。どうですか先輩。海の家ってもうね、平成初期で記憶が止まってるからね。あの頃タコライスなんてなかったと思うよ。もう自分が思い描いている記憶の海の家と現代の海の家できっと全然違うんだろうな。おしゃれなんだろうな。いらっしゃいませ。畳敷きのね、ラーメンかカレーの海の家じゃないんだろうな今。お、先輩、横文字の、それこそ横文字のメニューがいっぱいあるんだろうな。フィタがいっぱい。フィタ、ブラジルでもよくこうやって売ってたな。お兄さん、ミサンガならこっちの棚にもあります。ミサンガなんて売ってなかったよ、そんな洒落たもの。ミサンガ、サザエを網で焼く、日本ではそう呼ぶんだ、うん、いっぱい種類がありますね。ミサンガ6ってね、うちの自慢のお土産ですから。どうです、彼女とお揃いで。お揃い、あ、魅力的な響き。ねえ先輩、ミサンガプレゼントさせてください。でもってお揃いでつけたいな。ポルファボン、そろそろ見ようか。お願いしますという、お願いします。ポルファボールと言われ、約束だから。もうそういう意地悪なことはもうしないと。やった、じゃあ先輩に似合いそうな綺麗なやつ選びましょう。どれがいいかな。お、すっごい細いのがある。こんなんじゃすぐブチッといっちゃいそう。いや、そっか、その方がいいんだ。切れたら願いが叶うって代物ですもんね。天下統一を願って切れたら本当に叶うんだろうかね。天下統一できんのかな。これならデザインも綺麗だし、先輩も気に入りました。じゃあ決まり。お兄さん、これ2本ください。お、お兄さんとは嬉しいね。よし、2割引き。よっ、お兄さん太っ腹。まあそう思うと久々に海行って海の家というところ行ってみたいですね。海デート昔の本当に楽しかった。先輩、今日はありがとう。昔ながらのあのラーメンを食べたい。
そうそう、せっかく買ったミサンガまだつけてませんでしたね。うん、はい、これ先輩の分。スタンダードに腕につけるのもいいですけど、あえて楽器ケースとかどうですか？秘密のお揃いみたいで、なんかドキドキするかなって。なるほどね。でも本当お揃いの持つ力ってのはすごいよね。好きな人同士でお揃いってやった確かに特別感があるね。確かにね。秘密のお揃いって言われ、喜び緊張する。秘密じゃないとダメ？公開してもいいですか？ダメ。だって二人だけの秘め事なんて興奮するじゃないですか。先輩、ポルファボールね。これから楽器ケース見るたびに嬉しくなっちゃうな。練習もはかどりそう。お願い二つ目にして、俺もう相当ハッピーですよ。こうなると三つ目のお願いを何にするか本当迷っちゃいます。さあ3つ目のお願い事ね、見たいけど間に合うかな。新太くん、果たしてゲーム的に頑張ってくれ。これまでの2つに負けないくらい素敵なお願い考えなきゃ。待っててくださいね先輩。頑張れ新太くん。さあというね、楽しかったけどそんなことしてる場合じゃないというねツッコミもありますが、頑張ろう。あと2日完成させなきゃ2曲目を。おさ、楽器何ある今日は。あれが欲しい。あ、ありがとう。これが欲しい。で、これ残念ながら1個しかなかった。とりあえず、あ、でもラッパ1個もないのか。辛いな。じゃあ、これで。お嬢さん。アーメレットもう使わないかもしれない。なんだ。さ、ここに来て食材が余りそうな感じだけど、一応買っておきますか。ブラボーポイントがついに余りました。で、唯一品いっぱいあげた、サンダル。かわいい、かわいい絆創膏。おー、使えるようになったね。最後の最後にね。じゃあ、こんなところ。あ、先に買っちゃった、また。はい、間違えた。これあげるよ。あんたはお得意様だから、特別。お米くれた。さ、先に間違ってアイテム買っちゃいましたけど、致し方なしだね。今日はイベントなし。その他の。で、はい。ガム。今日のガム。はい。で、カンストしてるけど挨拶は。からかせず、屋上、カンノ君おはよう。お腹減った。なんださっきからこっちをチラチラ見て、なんかおかしなところでもあるか。腕に傷がある。ああそういやそうだったな。別に猫大したもんじゃねえ。かわいい。ちょいと猫に引っかかれただけだ。まあかわいい猫もね、引っかかれたら直ちに水で流して消毒しないとね。火から降りられなくなってたみてえでな。また助けたのか。かわだがさすがだね。無事に降ろしてやった。それで十分だ。かわいい絆創膏渡す。まあ猫には劣るけどね、可愛さは。それ俺にくれんのか。絆創膏けどこれいいな。猫の絵柄じゃねえか。こいつを俺がつけんのか。猫の絵柄の絆創膏 あったら欲しいな私も。別に嫌なわけじゃねえ。ただこういうのはあんたみたいなのが使うもんなんじゃねえのか。撃墜スコアみたいなじゃない。猫一匹倒しましたみたいな。いや、助けました。怪我してるのは俺なんだから、あんたが使っても意味ないんだけどよ。まあそのありがとな。せっかくだ、使わせてもらうぜ。似合わなくても笑わない。いや、よかったよかった。で、いつもお昼を断っているというか無視しているイオリくん、ごめんね。
気を取り直していこう。で、まあニアさんに聞くことはもはやないかもしれない、あまり。走れ。これ。あ、猛烈にお腹減った。まだまだ、まだまだ実況するのに。さ。最近ほんと暑いですよね。スニーカーとか履いてられませんよ。靴下ごと脱ぎ捨てたいくらい。もし裸足だったらすっごく気持ちいいでしょうね、うん、ザ・開放感。涼しくって足元だけでもすっきりみたいな。この暑さから解放されるならもういっそ本当に裸足になっちゃいたいくらいです。でもそれじゃさすがに足の裏が無事じゃ済まない。人生ままならないですよね。ほんと遠い未来になったらなんかスプレーみたいなのを足にかけてコーティングしてね、裸足で外出歩くようになるんだろうか。ビーチサンダルさ持ってた、なぜか。あれ、これってビーチサンダル。そうそう、俺が欲しかったのはまさにこれなんですよ。さすが先輩、分かってますね。カラフルな色使いが夏の装いにぴったり。これを履いて海に行くなんてのもいいですよね。さっきもちろん先輩とですよ。行きました。足元が涼しくなるだけじゃなくて楽しみも広がっちゃいましたね。どうもありがとうございます。大いに上がる。よし、挨拶回り終了。じゃあ練習と洒落込みましょうか。まだまだ親密度低い、いや完成度低いけど、まあ、少しでも姿勢感の人に聞いてもらおうか、今。ちょっと朝は練習。完成度上げ。まあ、そこまでこだわらずに、今ここにいる二人だけでも聞いてくれって感じで。感想なのね。まあ、とどまってはくれないだろうけどもっていう話。デジ中があるから。しかし、悪ではなくなった。ああ、それでも、みんな、耳が肥えてらっしゃる。お、でも一人残った。拍手なし。あなたが。ところで、やっぱ気になるのは完成度なんで、完成度じゃない、完成度の上限なんですよね。練習ですか。120、こんなちょっと不格好なんですよね。だからこの表情豊かにを、なぁ、表情豊かにをなんとかしたいんですけど、ただ、完成度、ここで早くを抜く。うん、この設定にしないと100になっちゃうんだよな、完成度が。さすがに最大完成度100は低すぎるから。だからうまくここでね、ボレロも合わせながら表情豊かにを、強化したい。もう、ボレロは完璧なんですよ。もう一回練習。ちょっと贅沢に二人ぐらい欲しいな。ファンじゃない人。死生観の子たち決め打ちでさ。ちょっとでも厳しいかな。あ、よし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 、寄ってくれた、ありがとう。さあ、これでファンになってくる可能性を少しでも増やそう。ほい。悪くないでしょ。だいぶ悪くないね。あ、ブラボーポイントくれた。あなたが奏でるバイオ。お、これなら本当？全国優勝夢じゃねえかもな。さ、ニシンのパイ包みをちょっとでも長峰さんとあげていきたい。昼食が終わった。毎日来ちゃってるね。さ、ちなみに今ので450になったからな。長峰部長、長峰さんなったね。450ってなんかキーになりませんか。
なった。よし、じゃあ午後の部行こうと思うんですが、あ、30分か。よし、時間も来たので今回は一旦ここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。では失礼します。